ただいま。おかえり。行ってきたの？欲しいもの分からないけど。やったー。紹介する？うん。ありがとう。やったー。ちょっとまだ中見ない。楽しみ。皆さん、やはりきチャンネルのアルミです。今日はなんとお父さんがね、今日実はカメラのメンテナンスで東京の方に行ってて、でその帰りにちいかわランドに行ってきてくれました。まさか行ってくれると思わなかったからマジで嬉しい。最近めっちゃちいかわハマってて、あの3色マーカーでもやったじゃん。でグッズ欲しくても売ってないんですよね。あのイオンとかちょっとしか売ってなくて、だからずっとちいかわランド行ってみたいと思っててマジで嬉しいです。じゃあ今日はね、お父さんがどんなグッズを買ってきてくれたのか開封していきたいと思います。マジかわいい、袋もかわいい。これ3色マーカーでやったイラスト。開けます。お弁当箱だ。ありがとう。うん、嬉しい。こんくらいの大きさマジで欲しかった。あのね、ルミ、チーカーのお弁当箱1個持ってて、これよりちっちゃいの。で、最近ルミ、サラダを学校に持ってってるから、ちょうどいい、めっちゃ。かわいい。めっちゃかわいくない？チーカーとハチワレがおにぎり握ってます。超かわいい。中身こんな感じです。これめっちゃ嬉しいですね。これは早速明日から使おうと思います。じゃあ次行きます。待って、T シャツ嬉しい。ありがとう。大丈夫、もちろん M で大丈夫。めっちゃかわいい。見て、ちいかわのさ、絵がちいかわがバムクーヘン持ってるさ、イラストの T シャツです。かわいくない？でも T シャツ欲しかったの、白の T シャツ。あの、何にでも合うじゃん、ズボンとかも。だから白の T シャツめっちゃ好きだから、これは早速学校に着ていきたいと思います。マジ、ちいかわファンっていうのでバレちゃいますね。で、ルミ、ちいかわ8あるうさぎの中で、あのね、みんな好きなんですよ。選べなくて、本当に。あの、どの子が一番とか。なんかみんな平等に大好きです。じゃあ次行きまーす。待って、見て。マスコット。カワウソだ。ちいかわ水族館のやつじゃん。かわいい。で、しかもちいかわ水族館めっちゃ気になってたやつ。カワウソの着ぐるみ着たちいかわです。コツメカワウソだって。かわいい。これカバンにつけよう。あ、ほら、これカワウソになってますね。これ外れるのかな。これ外れない感じですね。かわいい、めっちゃ。これはもう、あの、通学カバンにね、つけちゃいたいと思います。あのね、結構やっぱり流行ってて、ちいかわが。ロミのクラスの子にもカバンに、あの、ちいかわのあのうさぎのマスコットついてる子も。リクに狙われてる。ねえ、リクやめて。もう気をつけないと。絶対やだ、こんな可愛いちいかわがリクに食べられちゃうの。あ、で、マスコットつけてる子もいるから結構人気なんで。靴下、待って、めっちゃ欲しかったやつ。可愛い。見て、ちいかわがあのアニメにも出てたポシュッと持ってる靴下です。もうこれ汚さないように大切に使います。ちいかわ靴下嬉しい。キャラクターの靴下好きだったからめっちゃ履いてってたんで、めっちゃ嬉しいです。で、次が、これお箸。嬉しい。見て、可愛くない？マジでお箸さん、最近本当におぼろいの使ってるので、めっちゃ可愛い。このお弁当箱と一緒に使いたいと思います。あの、学校で使えるのいいよね。フカヒレみたいの作ってる、可愛い。はい、次行きます。なんかガチャガチャある。開けてみよう。可愛い。ちいかわだ。これ何持ってんの？あ、もぐもぐパーティー。パン持ってんのかな、これ。メロンパンみたいな。超可愛い。ちいかわ、これさ、他にラッコとかウサギとかもいるんだけど、みんな可愛いですね。本当にちいかわのグッズ人気すぎて、オンラインショップも見てたの、欲しくて。でもオンラインショップもぬいぐるみとか全部売り切れ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 みたいな。昨日発売したのも売り切れみたいな。もうすごい人気だよね。じゃあ次。土日じゃなくても並んでるんだね、びっくり。で、次、何これ、メモ帳。可愛い。ホワイトボードスタンドメモだって。超可愛いんだけど、これ。あのさ、メモ帳とか、でもよくね、学校ですごい使うんですよ、メモとかするのに。ちょい。ありがとう。めっちゃいい、見て。なんかホワイトボードになってて、書いたら消せんだって。ちょっと書いてみよう。学校で、明日なんとか持ってきてね、とか言われて、で、急いで手にメモしたりするんだけど、これよくない？ちょっとちいかわ。すごい。めっちゃ可愛い。で、これで書いたら、あ、すごい！めっちゃいいじゃん。これ学校持ってこう。絵柄もね、いろいろあって、超かわいい。はい、じゃあ次、ラストですね。開けてみます。なんだろう、これ。
じゃん。欲しかったやつ。やばい。見て、新しく最近発売したあのちいかわのアップルウォッチケース。しかもこれオンラインショップ売り切れてたの。ちょっとつけてみよう。3種類出てて、うさぎ、ハチワレ、ちいかわ出てて、全部売り切れてたんですよ、オンラインが。でメルカリも見てたの。でもメルカリ3000円超えとか、2000円くらいだよね多分ね、2000ちょっとなんだけど、メルカリ3000円とかもう転売みたいな。かわいい。つけてみよう、つけてみよう。これ明日これつけて学校行くからもう。めっちゃかわいいよこれ。皆さん見てください。超かわいいんだけど。こんな感じでカバーになってて、でちゃんとね穴も全部開いてるから使いやすいですね絶対。でつけてみよう。はい、つけるとこんな感じで。かわいい。はい、8割のアップルウォッチですね。超かわいいね、これね。はい、こんな感じで。マジで、ね、めっちゃ嬉しいです。ありがとう、パパ。嬉しい。はい、じゃあね、ということで今回ね、お父さんにサプライズで、ちいかわランドのグッズ、いっぱいね、もらっちゃいました。で、これ以外にも、本当にいっぱいね、ちいかわグッズとか、ちいかわランドあるので、気になる方、東京駅と、原宿と、あとどっかに何か所かにあるんだよね。なので、気になる方ぜひ見てみてください。ほら、人気だからさ、オンラインショップとかでも売り切れとか、なので、本当に、早めにね、見といた方がいいですね。売り切れる前に発売したばっかのとか。じゃ、ということでね、また、ちいかわのグッズ紹介とか見たいよって思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。